ただいまより WBC 世界ミドル級タイトルマッチを行います。エコタさん来てたんすか。遅かったじゃないですか。俺らも試合やったのに。マグモウキはどうしたんだに。緊張してトイレ行ってます。ああ宮田くん、慶応防衛おめでとう。高村さんのことでな。あ、症状にもよるが最悪の場合は網膜剥離。高村さんに何か変わったことはなかったか。わからないよ。俺たちが試合を止めるんだ。選手生命に関わる。いました、元 WBC 世界ジュニアミドル級チャンピオン。貴様の好きな大舞台じゃ、思う存分暴れるがいい。お前がチャンピオンだ。のはお前だ。お前が負けるわけねえんだよ。高村は強いぞ。今のうちベルト置いてけ。努力に裏打ちされたその実力は火の打ちどころなし。赤コーナー158ポンド3/4、青コーナー160ポンド鴨川ジム所属。大丈夫ですよね高村さん。見えるか。何がじゃ、わしがもらうわけじゃなかろうが。欲しくねえのか。両者中央に招かれる。高村2階級制覇なるか。食えん男よ、さっきまでおちゃらけとったくせに。注目の待望の一戦が始まろうとしています。ゴングだ。高と足、猛禽類最強。脱ぎせ。あのスピードについていけるなら右目はきっと問題ないよ。すかさず右、チャンピオンの方をかす。左の差し合いから一転、守備的な構え。挑戦者が前に出る。重量感あふれる連打。顔のガードが勝て。ボディ打ちを誘ってんのか、それとも。あっと、ロープを背にしたのは挑戦者だ。この先高村は最も苦手な戦いを強いられる。獲物を狩る野生的な勘は世界でも類を見んじゃろう。これじゃまるで俺様がビビって下がってみねえじゃねえか。さそりじゃねえ。よく見りゃブロックで必死じゃねえか。今までの相手とは格が違うことを思い知らせてやる。間一髪避けた。なんだ今の、やるみたいなストレートだったな。チャンピオンガード越しの視線、プレッシャーが挑戦者にのしかかる。だがチャンピオン、これに乗らない。冷ややかな視線を送り続ける。身の危険を感じてようやく手を出してきたか。どうした高村。今あの野郎、俺様のことじっと見てたろ。見られていた。ラウンド中からずっとな。本来の階級に戻った俺様の力を世界中に見せつけてやる。行っちゃいそうだぜ。行くなによ。行っちゃいましょうよ。あいつは間違いなく絶好調じゃ。しかし、お、さすがチャンピオンだ。少しでも下がったらやられることを知ってるんだ。ほぼショルダーブロックだけだ。より体に近い位置でさばいている。高村のリズムも相当把握されたということじゃ。来るぞい。チャンピオン右ストレート。これこそが高村の最大の弱点を突くボクシング。ここからは2手3手先を読むハイレベルな駆け引き。打ち終わりを狙われた。パンチを振り切らないのがその証拠。パンチを振り切らない。覗き込んでんじゃねえ。まさか。当然腹を立てるはずじゃ。その通り。そして狙いはそこにある。まだ軽く振り切った。やはり雑になったところを狙っておったか。これは効いた。効いてしまった。高村。あの高村さんがいとも簡単に追い詰められてる。この試合初めて見せる連打。挑戦者逃げ場がない。ローリスクハイリターン、超リズメのボクシング。パチコ。ものすごい体勢からものすごい破壊力。野生対理性、やはりこの図式になったか。ピョン、早く鋭い左。しかし挑戦者好みのこなし。惜しい。もうちょっと。惜しい。ここで2ラウンド終了。ムカつくぜ。さっきのカウンター、足の先までしびれやがった。ボクシングは詰め将棋じゃねえっつーの。殴り合いは拳でやるんだ。さあ第3ラウンド、挑戦者への期待に沸き返る会場。いけ高村。全
全てはデビッド・イーグルの手のひらの上の出来事。はい、強い。このチャンピオンは本当に強い。チャンピオンがゆっくり近づく。挑戦者もノーガードで歩み寄る。あれば粉々になりそうだ。アクリパンチを振り回す。落ち着いて。チャンピオンはカウンターを狙ってるよ。肩にはめられとる。これ以上の屈辱はあるまい。日本の鷹がここまで翻弄されるとは一体誰が想像したでしょうか。ペースは完全に掌握した。ここまではパーフェクトだよ。イージーに仕事を遂行するのみだ。死にもらうくらいさ、カウンターを取りに行く瞬間、僕がどれだけ神経をすり減らしているか。赤村のパンチがこれほどまでにイーグルの精神を削っていたとは。高村、君がホークと同じ器ならば離れて大振りではカウンターの餌食じゃ。うるせえ、心配すんな。カウンター一戦、どこまでも冷静なチャンピオン。イーグルがパンチをまとめてきたぞ。これは何やってる。あれのどこに策があるというんじゃ。セコンドについてたら寿命が縮むぜ。でも俺にはあの大振りに何か潜んでいるように思えてならない。ようやく捕まえたぜ。あの大振りの連発はこれを狙ってのことだったのか。この距離ではしのぎきれない。何とかして離脱しなければ。よかった、ええ感じじゃ。でもすごい駆け引きだったじゃないか。何を思い出していたかは知らんが、落ち着いたのは確かなようじゃ。あと数秒あったら負けていた。運が良かった。そう、それでいい。さあ第5ラウンド、両者リング中央へ。一直線に切り込んでいった。ここで蹴りをつけるつもりだ。懸命のブロックを待った。恐ろしい練習だぜ。確かに手応えはあったが。立ち上がった。試合はまだ終わらない。でもそれゆえ、勝たなければならない重圧が僕につきまとっていた。本当の意味でのライバルに出会ったことはなかった。そして今やっと出会えた。敵に回すと最高に鬱陶しい男の目に似てんだよ。プロアマ通して世界を取ったワンツー、こんなところもそっくりだ。最高に鬱陶しいぜ。なあ一本、お前にそっくりだよ。最悪だ、目をやられた。大チャンスにしてこの怪我は違う意味でも痛すぎる。左目見えないじゃん。まずいよまずいよ。左目に血が入っちまってる。遠近感狂うぞ。あれや、本当に網膜剥離ならここまでやれるはずがない。どんな動きも見逃すな。どうした、なぜ来ねえ。何してる。行けイーグル。よし、避けた。左目を守れ高村。あーっとチャンピオン、ここでボディ。チャンピオン体を預けてさらに接近戦に持ち込む。いや、冷静な判断とは思えん。それにしてもなぜ傷口を狙わない。傷口を狙わなくても勝てるってか。ダウンを跳ね返すチャンピオンの猛攻。大丈夫じゃ、血は止まる。こっちにとっちゃありがたいことじゃ。ありがてえ。傷を切り裂いてドクターストップでも良しとするんだ。
打ち合い続けるのは危険すぎる。挑戦者の顔に出血は見当たりません。血は止まっているようだ。飛び込む。またしても接近戦。傷は狙わなくても勝てるってか。あーっと頭が当たった。チャンピオン、これは痛そうだ。なんと出血。今度はチャンピオンのまぶたから出血だ。視界の半分が赤いカーテンに覆われていく。高村のやつ。貴様の傷口を俺様の倍以上に切り裂いてやる。悪魔だ。高村が悪魔に見えるぜ。無理もない。チャンピオンの紳士的な態度とは真逆のことやってるし。イーグルが傷口を狙わなかったことで観客も少し勘違いしているのさ。引いたー。襲いかかる挑戦者の右。ベルトだけだ。ここで第6ラウンド終了。チャンピオン、なんとか耐えた。僕の傷などお構いなしに打ってきた。当然さ、次のラウンドで仕留めてくるぜ。動くな。血は止まらん。両者の死体に血は確認できません。止まっています。ここから先は短期決戦だ。